ております。ということは、そういうことです。ここで、藤本司ファッションショーを行いたいと思います。この試合2分ごとに藤本司のコスチュームを着ている選手のみ、藤本司の技でのみゴールギブアップが認められます。
プロとのみオーバーザットプロとのみ。Ah!
ロデュースっていう時は自分が見たいカードを組んでるのに、メインイベントだったら1個前の試合が見れなかったりしてすごい悔しい思いをするので、どうやったら全部見れるかなって思った時に、あ、全部出ればいいんじゃんそしたら全試合見れるわと思って、全部自分も、試合に出ました。もうボロボロで本当に、あー、もうしんどい、こんなカード誰が組んだんだって自問自答したんですけど、でもみんながパートナーが助けてくれて、なんとか4試合終えることができました。あ、もう本当にもう最高の仲間です。やり足りないなー、ハードコア全然やり足りないでしょ。つっかさん、おー、やり足りない。体験ということで、最後のエンジンも体験してもらいます。プロレスです。